国民民主党に騙されるな。ネット選挙が解禁されて以来、ネット上でも多くの選挙活動が行われるようになりました。その中でも日本では X の利用が多いようで、多くの候補者や支持者が X 上で衆議院選挙に関する議論を言っています。そこで公示日である2024年10月15日から21日までの各政党の言及数を X から取得してみました。その結果がこちら。政権与党である自民党に関するポストが最も多かったことがわかります。続いては野党第一党である立憲民主党でした。こう見ると X 上での言及数については順当であると言えそうです。ところで選挙ということになると支持政党に関するポストなどが増加しますが、同時に支持政党以外への攻撃的なポストも増加します。そのような中で国民民主党の玉木代表がこんなポストを言っていました。ここからはネット民の反応です。あなたはどう思いますか？遅ればせながら今記事読んだけど、なかなかの分析風だな。ツボ丸出しのカルト臭いやつらのアカウントも全部分析してくれよ。お前自身がカルトを疑われないようにな。令和大躍進、さようなら移民党。2万人の動員をかけられる組織どこだ？このタグを利用して政策アピールした玉木が一枚紙手だった。旧民主党執行部の大多数が立憲所属だからだよ。社会派ホラーか。そのタグを使ってる奴らがどんな層なのかってのはタイムライン辿ればすぐわかりそうだな。ハッシュタグ工作大好きだな、なんの効果もないのに。もし選挙で自公が過半数取れなかったら、維新と国民民の行動に注目が集まる。両党は立憲と自公とどちらと組むか。騙そうとしている。令和、賛成、共産の発想ですね。石丸のショート動画で政治を知らないバカが投票した成功体験からかネットが短いレッテル貼りだらけになってる。国民ぐらいしかまともなとこないわ。令和新選組と共産党が必死 SNS で国民民主のネガキャン工作やってるのがバレてたな。わら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 。国民民主党に騙されるなとか言ってるのってどうせ立憲や令和新者だろ。わら、政策活動費で雇われた業者さんだろ。馬欲のお抱え偽証基地基地とですわな。裏金増税ばらまき利権政治家たちの中中王家政治は気持ちが悪いってこと？国民民主党の医療費の件と仮想通貨の税制 20% 評価できるな。自民の犬に期待できることはない。かつての民主党からいろんな人が離れていき、残ったのが国民民主党。良くも悪くも毒が抜けている。しかし岸田の最後の党首討論で前野党が夫婦別姓があれは異様だった。若者が賢いつもりで国民民主党を選んでるみたいね。自公選んでる高齢者の100万倍賢いだろ。わからない。一体誰が SNS でのこの手の選挙活動に詳しい政党といえば令和新選組だから聞いてみては。比例は国民民主だな。